新中尾国信号場は、青森県東津軽郡外ヶ浜町あざ、蟹田商国にある、北海道旅客鉄道北海道新幹線、海峡線及び東日本旅客鉄道津軽線の信号場である。本項目では、この信号場内扱いとなる、北海道新幹線、海峡線の共用区間支店太平分岐部についても、述べる。在来線としては、 津軽線中小国駅より太平駅方向に約 2.3km、太平駅から約 1.3km の地点。新幹線としては新大森駅起点 28.890km、東京駅起点 702.713km 地点にある信号場で津軽線、海峡線、北海道新幹線の施設上の分解点、会社協会である。JR 北海道が管轄。 管理する停車場としては最南端に位置し、在来線としての所属線も開設以来津軽線では、なく海峡線となっている。津軽線は東信号場を境に、青森駅方が電化、民間や駅方が非電化となっているが、津軽線電化区間の大部分が、交流2万ボルト50ヘルツで電化されているのに対し、信号場構内の電化部分は、北海道新幹線開業後、海峡線、 北海道新幹線と同一の交流 25000V50Hz で電化されている。また、自動列車保安装置及び、信号方式は、津軽線は a t s s n の型、地上信号、北海道新幹線が DSATG となっているため、海峡線を走行する在来線列車は、東信号上で方式を切り替える。新中小国信号上構内配線図海峡線。 津軽線の五流と二社の分解転標式在来線側は東西に校内が、伸び、北側三線が海峡線、南側一線が津軽線となる。また、海峡線では、長大な貨物列車が運転されているため、校内有効長が非常に長い。海峡線は上下線、中線の、複線対比形、かつ奥津軽今別方が複線、中小国方が単線の、 複線四重探偵という構造である。一方の津軽線側は大平方に分岐器はなく、中小国型で海峡線が単線に収束された後に津軽線へ合流する。このため津軽線の列車同士の交換、対比は不可能である。海峡線は津軽線から分岐後、上下線が離れながら機体進路を変え、南から来る。 北海道新幹線上下線の外側にアプローチし、太平トンネル新青森方高校内にある大平分岐部で合流する。なお、新幹線としての信号場自体は先日のように、分岐部より新青森よりの新青森駅起点 28.890km とされている。大平分岐部機構内分岐部間の 82.041km 区間は参線機場による新幹線。 在来線の共用走行区間となっている。このため、北海道新幹線列車は東信号上から、木古内駅まで最高速度が2019年現在、時速160キロメートルに制限されている。北海道旅客鉄道北海道新幹線、新青森駅奥津軽今別駅海峡線、中小国駅東日本旅客鉄道津軽線、中小国駅太平駅。ありがとうございます。